プレミアリーグ、2019年の初戦になりますが、出場選手の記者会見を始めさせていただきます。はじめにパリ大会の選手団の紹介をさせていただきます。男子監督、林浩。はい、よろしくお願いします。女子監督、中野秀人。よろしくお願いします。肩ヘッドコーチ、坂本哲平。よろしくお願いします。それでは選手団を代表しまして、林監督よりご挨拶をいただきたいと思います。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました男子監督の林と申します。本日はお忙しい中、このように2つお越しいただきまして本当にありがとうございます。いよいよ2020東京オリンピック空手の競技は8月の、6、7、8でございます。あと数えるところ570日ほどかなと思いますが、いよいよ来年になりました。そのオリンピックのまずは出場権をかけて、の今年の、プレミアリーグパリ大会からいよいよスタートします。今年はプレミアリーグ、7大会でございます。全てオリンピックスタンディング、いわゆるそのオリンピック出場権をかけた、ポイント取得の大会、がプレミアリーグ7大会、そしてシリーズ A、という大会がポイントは半分になりますが今年4大会、そしてプレミアリーグと同じ大会のポイントになりますが7月にアジア大会というふうなので、これだけの大会が、あるというふうな中で、いよいよ大会というもしくはですね、スタートになる大会がパリで行われるというところです。例年私のチームの合宿は4月からスタートしておりましたが、いよいよということで実は昨日からですね、新メンバーでスタートをしているところです。明日出発です。精一杯チーム一丸となって、やはり目標は選手それぞれ山に例えると、頂上だと思っています。やはり頂上ですので、やはり自分の力を発揮できると思います。目標は高く、そして目標を出すためには、やはりこの培ってきた一瞬一瞬、気を抜かず、最後まで全力を尽くすことが、その頂上につながるといいかなと思います。精一杯頑張って、大きな勉強を積んで、今年、たくさんの大会でつなげていきたいなというふうに考えておりますので、今後とも、ご声援のほど、ご支援のほどよろしくお願いします。今日はありがとうございます。林監督どうもありがとうございました。それではただいまに一人ずつ選手の指名を読み上げますので、大会に向けて一言ずつお願いしたいと思います。まずはじめに男子マイナス84キログラム級荒賀龍太郎選手。こんにちは、マイナス84キログラム級の荒賀です。本日はお忙しい中お集まりしていただきありがとうございます。オリンピックに向けて、今年1年が本当に大切な年になってきます。また、その中で自分自身が、進化を問われる1年でもあると思っています。なので1日1日を大切にし、もう一度、プレミアリーグの年間チャンピオンになれるように、まずはこのパリ大会スタートダッシュをしっかり切れるように優勝を目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。荒賀選手どうもありがとうございました。続きまして女子プラス68キログラム級植草歩美選手。こんにちは、68キロ超級植草歩美です。本年度はとても2020年の東京オリンピックに向けて大切な年になると思うので、絶対に優勝するという気持ちと勝ちばかりこだわらず、きちんと一つ一つの試合で素晴らしい試合をして勝てるように頑張っていきたいというのと、あとは今年1年キラキラ輝く最強に強い女子選手として勝っていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。植草選手どうもありがとうございました。続きまして男子マイナス75キログラム級西村健選手。75キログラム級の西村です。75キログラム級は、国内でも海外でも一番激戦区だと思うので、まずはこのパリ大会でしっかりと勝って自分をアピールして、今年1年間しっかり勝ち続けて、2020年に最高の形でつなげるように頑張りますので、よろしくお願いします。西村選手どうもありがとうございました。お手元の資料ではもう一つ乗る方マイナス50キログラム級の宮原選手が乗っておりますが、本日体調不良のため、この記者会見では欠席をいただいております。
続きまして男子個人型喜友名選手。こんにちは、男子型の喜友名です。本日はありがとうございます。またパリ大会から今年が始まりましたので、オリンピックに向けて大切な選手になります。しっかり沖縄で毎日稽古していることが自信になっているので、その力を全て出してプレミアリーグ全て優勝してお願いします。喜友名選手、どうもありがとうございました。続きまして女子個人型清水希容選手。こんにちは、女子個人型の清水希容です。このパリ大会から旗は新ルールになるので、まずはその新ルールというものをしっかりと肌で感じながら、このパリ大会で優勝することが今年1年すごく大事になってくると思うので、いい切り出しができるようにしっかり集中して頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。清水選手、どうもありがとうございました。それではこれより質疑応答に入りたいと思いますので、ご質問のある方挙手をしてよろしくお願いします。時事通信の青木と申します。本日ありがとうございます。喜友名選手と清水選手と坂本先生に伺いたいんですけれども、今年から採点方式が本格的に導入されるということで、それを受けての何か日本勢の影響をどのように考えているのか、また破綻点から採点方式に変わることでどのような変化が求められるのか、またそれを受けての何か取り組んでいることなどあればそれぞれ教えてください。よろしくお願いします。はい、それじゃあ私の方からお話しいたします。今年のオープンのパリから、オリンピックに向けた新しいルールに変わります。その中で、技術点が7割 70%、 それからスピードパワー、フィジカルフィットネスですかね、それが 30% ということの評価基準の中に織り込まれております。いずれにいたしましても、技術的なことに関してはやっぱり母国からでの母国でもありますので、今やってる無駄な動きはしない、空手の本質から外れない、しっかりしたそういう基本に基づいた空手を求めながら、伝統としての大切さも重んじつつ、しっかり取り組んでまいりたいと思います。おそらく一番大事なことは、これまで少し違ったことというと、内面性、空手の持つ、肩の持つ内面性、これをしっかりどういう形で表現できるかというと、この部分、組手競技に関しましては相手がいるわけですので、相手を直接、コントロールして打撃、ついたり蹴ったりするんですが、肩競技は前に相手おりません。相手を想定する、して連動するわけですので、内面性、深さが問われるだろうと思います。そこを大切に選手と一緒にそこを求めていけたらいいなと思います。勝ちます。それです。どれだけそのベースの基礎だとか自分の良さっていうところが出せるかっていうところが
大事になってくると思うので、しっかり基礎と自分らしさというところをしっかり出せるようにしていきたいなと思います。はい、どうもありがとうございました。すみません、共同通信の部長といいます、古草さんにお伺いしたいんですけども、同じように、まあ、ルールが変わって2分から3分になります。まあ、そのことに関する思い、まあ、変わったことに関する思いとどういう取り組み対策をしているのか、その試合に及ぼす影響などを教えていただければと思います。3分になるということは昨年の段階でも分かっていたので、その段階からフィジカルのトレーニングの際にいつもより秒数を増やして、インターバルトレーニングで、自分は決勝まで4試合連続で続けるということも見越して、3分間試合を全力で行って、3分のレストがあって、それを 4回続くということは、そういう有酸素運動などもして試合でバテない体作りというのは空手以外でもしてきたので、そういった部分では海外の選手にも劣らないパワーと体力があると思うので大丈夫かなというのと、あとは3分増えるということなので、今までは1点取られてしまったらその1点を取り返すためにとても焦ってしまったりだったりとか、自分の階級では自分の体より大きい選手がいるので逃げ回られてしまって負けてしまうというパターンもあったので、そういった部分もなくなってくると思うので、よりよく自分のパワーとスピードを生かしつつ駆け引きもして勝負に臨めるという部分で、3分になったということはいい面も自分ではあるなというふうに思ってます。どうもありがとうございました。それでは、この後フォトセッション、そしてその後個別の囲み取材ということで、お願いいたします。